はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ディアパソンの、もういつもディアパソンですね。最近、まあ、見つけたら仕入れてます。っていうのはもう本当に私好きなのでね、大橋さんデザインのですね、なんか大橋デザインって入ってないモデルもあるんですけど、これはライセンスが切れただけでですね、ちゃんと大橋さんの技術を継承してますのでね、そこは安心していただきたいんですけども、ディアパソンの D125MF ですね。猫足のとっても素敵な、デザインも素敵ですしね、音も素敵なピアノですよ。まだまだこれ新しいのでね、新しめのディアパソンっていう狙ってる方はですね、滅多に入ってこないので、ちょっと早めに抑えられた方がいいと思います。もう中古はほんと一台限りなのでね、売れたら、売れてからしまったって言ったらもう何人今まで見たでしょうね。本当に猫足の素敵な素敵な、前回撮影した動画でここ白くなってましたけど、ちゃんと磨いたらね、やっぱりこんな綺麗になりました。ね。はーい。色はですね、赤っぽい感じの茶色になります。大きな傷はあんまりなさそうですね。擦り傷程度ですね。これはちゃんと修復しますのでね。素敵な猫足です。で、中を見てみましょう。D125MF。製造番号は0112596。ね。中のハンマーはこんな状態です。よーく見てくださいね。はい、記録表が入ってましたね。いつ頃のピアノでしょうか。最初の調律が平成4年ですからね、バブル直後ですね、のピアノですね。いい時代のピアノです。はい、それでは音を聞いてもらいたいと思います。どんな音がするのかな。はい、ここに置きます。いつもね、袖に置くんですけど、ヒヤヒヤなんですよね。落としたらどうしようと思って。はい。あ、ディアパの音。ね。新しい音ですね。久しぶりにちょっとクラシック弾こうかな。私が行くとムードミュージックみたいになってしまいますね。ちょっと感情入れすぎかな。いいですね。すごい音が伸びます、ね。はい、ディアパソンの結構新しめの、まあ平成の初めです。それでもね、でも車とかと違って、もうピアノの世界では平成のピアノ言ったら、まあめっちゃ新しいブルーになるんですけども、その D125MF 今新品で買えば多分100万近くすると思いますよね。ご希望の方はお知らせください。それではさよなら。